東郷、この前のバーテックス戦なんだけど。あら、せっか。何か気になることでもあったの？うん、まあね。次はもっと効率的に倒したいし。いい心がけだわ。私もちょうど風先輩に提出するための戦闘商法をまとめていたの。じゃあせっかくだし、ご一緒させてもらおうかね。なんかあの二人、頭脳派って感じっすよね。血気盛んな勇者が多い中で冷静沈着キャラって貴重な存在だよな。東郷さんっていうか、スミもですけど、割と血の気が多い気もしますけどね。言うてもあの二人気も合うみたいだしな。うん、あの頭脳派っぷりあやかりたいもんっすね。だな。やっぱあれか、メガネが決め手なのか。東郷さんはメガネしてないっすよ。じゃあやっぱ胸か。せっかさんはそれほどでもないみたいっすよ。うん、では一体何が秘訣なんだ。これこれ、あの二人に聞こえたら怒られるわよ。うわ、びっくりした。なんだ、フーさんじゃないっすか。驚かすなよ、フー。めんごめんご。いやいや、何やら面白そうなこと話してるなって思ってさ。今の話、私も聞いていた。非常に興味深い。うわ、夏目までいつの間に。やっぱり皆さん、あの二人の組み合わせが気になるんすね。今の私たちの組み合わせも相当なもんだと思うわよ。そうか、割と脳筋組で揃ってるような。おいタマ、誰が脳筋だ誰が。そういうところがそうなのではないか。なんてこと、女子力あふれるこの私が。あ、東郷さんとせっかさん、どこか出かけるみたいっすよ。追うわよみんな、あの冷静沈着頭脳明晰っ子たちの弱点を探るチャンスよ。仲間の弱点を探ってどうする。だがまあ気になるからな、私も同行しよう。なんか自分で言っといてあれだけど、私たちってよく尾行してると思わない？それだけ仲間が心配ってことっすよ。そういや、私もスミとその子につけられたことあったな。尾行は勇者の伝統ということか。スパイならともかく、尾行が伝統って全然勇者っぽくないな。静かに。なんだかトラブルの匂いがする。まずいぞ、東郷とセッカの前に大きな水たまりが。あちゃ、こりゃ二人ともずぶ濡れ。東郷、大丈夫だった？ええ、遮蔽物があって助かったわ。なに？あの細い電柱にそれぞれ身を隠して水しぶきを防いだだと。ふん、見事な回避行動だ。いやー、私だったら確実にずぶ濡れでしたね。あっ、何食わぬ顔してまた歩き始めたわよ。おかしい、二人ともさっきまで何か話し合ってたのに、なんで急に出かけたんだ。まあまあ、それも追ってるうちにわかるでしょ。あ、東郷さんが財布を拾ったっすよ。せっかがあっという間に交番を見つけて届けちゃったわね。お、道に迷ってるおばあちゃんも見つけたぞ。目的地が一緒だったらしく、道案内がてら3人で歩き始めたぞ。私並みのトラブル巻き込まれ体質っぷりなのに、全く慌てずこともなげに、すごいっす。うん、勇者としての矜持を見た思いだ。やっぱノリと勢いだけじゃダメってことね。風の女子力をもってしても勝てないな。そうね、乾杯やで、ほんま。皆さんお揃いで何してるの？あ、
最初から尾行には気づいていたんだけど、あんまりにもバレバレだったから、さすがに声かけてみようかってことになったわけ。深く。それで、こそこそとみんなで何やってたの？ですね、タマコさん。ちょ、タマかよ、言い出したのはフーだろ。待ちなさいよ、私は強要なんてしてないわよ。みんなが自分の意思でついてきたんでしょ。見苦しいぞ、みんな。ここは素直に尾行した理由を話すべきだろう。どうぞどうぞ。冗談よ、夏目たら怖い顔しちゃって。本気かと思ったぞ。ウー先輩、私たち別に怒っているわけじゃないんです。ただ理由が知りたいだけで。そうそう、嫌がらせとかじゃないのはなんとなくわかるし。仕方ない、タマから話そう。実は東郷と石火がどうしてそんなに優秀なのか探ろうとしたんだ。え？二人とも私らより頭脳明晰だし冷静だしさ、まあいわゆる一種の憧れってやつですかね。銀太ら、すまない東郷、せっか直接秘訣を聞けばいいものをついつい勇者の伝統に習って。勇者の伝統？はいはい夏目、話がややこしくなるからそこまでにしといてね。勇者の伝統っていうのがよくわからなかったけど、だいたいわかったかな。風先輩、タマコさん、銀、私たちみんなより何かが優れてるなんて少しも思ってないわ。え、でもさ、私たちは私たちでみんなの役に立てることがないか必死で考えてるだけってこと。え、そんなことは。むしろ銀たちの足手まといにならないように頑張ってるくらいよ。東郷さん、私たちに足りてない部分を銀たちが補ってくれてる。逆に銀たちに足りてない部分を私たちが補ってるだけ。そうね、その通りだわ。ところで、二人でどこへ出かけるつもりだったんだ？それは、その、ね。ええ、やっぱりそろそろ出るかなと思って、備えは万全に越したことはないでしょ？いろいろと駆除用品を買いだめようかって話になってね。どうしたの？急に歯切れが悪く。あ、ゴッタ。イニシャル G だ。珍しいわね、こんな道端に。ん？どうした？東郷、せっか、そう珍しいものでも。ああ、駆除って木のことか。ああ、やめて、伏せる文字変えないで。その名を聞いただけで身震いするわ。どうしてみんな平気なの？いや、古い家に住んでるとしょっちゅう出くわすし。私も樹が怖がっちゃうから退治するのは姉の役目だったからね。こんな広いところで見つけても怖くもなんともないぞ。それにここのは小ぶりだな。沖縄へ帰ればさっきより大きいのがたくさん。あー、聞きたくない聞きたくない。さらに大きい個体がいるなんて悪夢だわ。いつかは沖縄でバカンスでもって思ってたけど、絶対行けないじゃない、そんなの。意外ですな、冷静な石火がこんなに取り乱すとは。コップ見たことないの？文字増やさないで、北海道じゃめったに出ないのよ。ね、逃げた、さっきのもう逃げた。お、今塀にへばりついてるぞ。気をつけなさい。地面や床から壁に移動したゴキブリはね。そうなの？飛ぶわ。
我を忘れて逃げ出した東郷と石化を連れ帰るのは非常にくたびれました。